九州は一つ。イタリア料理シェフ宮本健信、熊本市に癒しの空間を作った。匠の蔵。飲食業界が悲鳴を上げるコロナ禍、あえて新店舗をオープンさせた。ラザニア美味しい。宮本が腕を振るった赤牛のラザニア。板状のパスタにチーズとソースを挟んでミルフィーユ状に層を重ね、上から赤牛のミートソースをたっぷりのせ、オーブンで焼く。実はこれテイクアウトメニューの一つ。ナウテの宮本の味が自宅でも楽しめる。販売もしようっていうふうに思われた、 そのきっかけっていうのはどういったことなんでしょう。元々はその熊本地震があって、うん、災害の時に結局営業ができなくなりました。はい、はい、でコロナになってしまったと。こういうテイクアウトのコーナーを作ろうというのを考えました。はい、まあ、レストランで、ね、食事できなくてもこの食の楽しみを私たちも味わえるわけですよね。はいはいはい、試行錯誤をやめない。オリジナルドレッシングや地元農家とのコラボ商品を揃えたショップも充実させた。このレストラン去年オープン。そうです、そうです、もうコロナの真っ只中じゃないですか。ですよく決意されましたね。中心部でやる意味がちょっと僕の中で見出せなくなったんです。都会の中にいてもお客様にこうゆっくりしてもらえるような雰囲気を作りたいと。旅行に来たみたいとか。そうですね。この環境、はい、むき出しの木材と自然石、温かみのある照明で客の心を癒す。